全国文芸ファンの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。童話制作委員会の企画原作担当の清原でございます。今夜も皆様とご一緒に楽しい時間を過ごそうということで、配信の方を企画いたしました。先ほどは放送事故がありまして、申し訳ありません。どうもバグっていたようでございます。さて、本日は第13回目の配信、終身前の童話朗読図13回目の配信といって、本日ご紹介させていただきます作品は、村の不作と救いの狐、恋の出演をトーマス G によってお届けしてまいります。今日の配信も録音しております。後ほど YouTube などで、ご確認いただいて、そして、配信の方を聞いていただけたらと、童話制作委員会のホームページにアップさせていただきますので、配信の方を聞いていただけたら幸いです。それでは放送事故がありましたが、気を取り直していきましょう。で、第13回目の就寝前の童話朗読室、レッツスタート。届け、この空高く僕らの声。改めまして、全国文芸ファンの皆さん、こんばんは。放送事故がありました。申し訳ございません。本日の配信は就寝前の童話朗読室第13回目の配信、2014年8月11日の配信です。手元のデータが相変わらず調子が悪いですが、どうも聞こえているようですので、配信の方を始めさせていただきます。63番組ある中、現在10人のお客様がご来場いただいております。本当にありがとうございます。延べリスナー数と最大リスナー数、どうも少しバグってるみたいですね。ちょっとおかしいのかな。少し考えないといけませんが、配信の方を始めさせていただきます。さて、今日も配信させていただくインターネットラジオ、ね、童話制作委員会が配信するインターネットラジオへようこそお越しいただきました。今日も9時、少し予定が狂って9時14分ぐらいから
ね、9時50分から10時ぐらいまで動画制作委員会企画原作担当の清原がお届けしてまいります。配信サイト FC2 ネトラジです。ネトラジに移行した FC2 ネトラジに移行したばかりなんですが、サーバーの調子が悪くて、放送時間に異常が生じております。またリスナー数にも異常が生じているようですが、配信を始めたばかりでございますので、リスナーの皆様お帰りにならないでいただけたらと思います。当インターネットラジオは文芸、とりわけ自動車や小説、エッセイなどの魅力をお伝えするため動画制作委員会によって企画が配信されております。お楽しみいただければ幸いです。当ラジオ番組は聴取者リスナーの皆様よりご意見ご感想、番組へのご意見ご感想をいただいております。管理URLをクリックしていただきましたら掲示板のお湯ご用意しておりますので、ご気軽に投稿いただければ幸いです。後半で、雑談トークのコーナーも設けておりますので、皆様からのレッスンいただきましたら配信の方を、ね、ご用意させていただきますので、ご来場いただければ幸いです。さて、本日ご紹介させていただきます作品は、村の不作と救いの狐、声の出演はトーマス G によってお届けしてまいります。朗読時間は約20分となっておりますが、マスターテープ上の長さでございまして、お使いの受信環境によっては若干配信時間が異なる場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。さて、手元の掲示板では今のところまだどなたもご投稿いただけてないようです。掲示板の方に今夜の配信の案内と、それから動画制作委員会のホームページの URL を貼らせていただいておりますので、またこちらの方でもね、ホームページの方も見に来ていただけたら大変嬉しく思います。それでは配信の方を始めてまいりましょう。今日は村の不作と救いの狐、トーマス G の朗読で、お楽しみいただけたらと思っております。皆様からのあったかいコメントどんどんお待ちしております。それでは配信の方をそろそろ始めてまいりましょう。村の不作と救いの狐、声の出演はトーマス G です。お聞きください。どうぞ。村の不作と救いの狐、清原俊夫。夜、踊るように燃える炎の前で、おじいさんは手を振り、一心に祈りを捧げていた。炎の前には木彫りの狐の置物があった。その後ろで、孫娘のイザミがその様子をじっと見つめていた。どうしておじいちゃんは、毎晩狐の像に祈りを捧げているのかな。薪が燃え、炎の勢いが弱くなった頃、おじいさんは振り返り、ニコニコしながら言った。イザミも、あの狐様に手を合わせておいで。イザミは不思議そうにおじいさんを見つめていたが、どうしておじいちゃんは、あの狐様に毎晩祈りを捧げているの。はあはあ、どうしてわしが毎晩祈りを捧げているのか知りたいかい。うん、狐に手を合わせるってなんだか不思議。それに狐は人間を化かすんでしょ。イザミなんだか怖い。確かに狐は人を化かすと昔から言われているがの。じゃがの。おじいさんは笑いながら、あの狐様はね、優しさを伝える神様なんじゃよ。おじいさんはゆらゆら揺れる炎をぼんやりと眺めながら語り始めた。昔々、わしが幼い頃、この村では争い事が絶えなかったんじゃ。争いで多くの人たちが傷ついた。当時この村は今よりも平地が少なく、土地も痩せておった。その上、村の中ほどにある小さな川が暴れ川でよく氾濫したんじゃ。わしの家もボロ屋じゃったが、川の近くにあったので膝くらいまで水が入ってくることもしばしばあった。村の端にある大平は今では段々畑になっておるが、もともとは山だったんじゃ。疫病も流行り、人の住みにくい土地じゃった。
そうか、食べ物もなく疫病が流行って、そんなことでよく喧嘩になったのね。そうじゃよ、村人はいつも腹を空かせてイライラしておった。ある時村を飢饉が襲った。食べ物がなく痩せ細ったお父がわしを抱いてくれた。骨と皮だけでゴツゴツしていたが、わしはとてもうれしかった。わしはガリガリに痩せたお父を見て、僕によりもお父も少し食べないと死んじゃうよ。お前は大切なこの家の一人息子だから、少しでも幸せになってほしい。でもお父がいないと僕何にもできないよ。わしは体がすっかり弱ってしまった。だからお前に言っておかねばならないことがある。わしはお父の言うことを黙って聞いた。お父の目は真剣じゃった。今この村では争い事ばかりで、この言い伝えを信じる村人は少ないが、わしが幼い頃からこの村で言い伝えられてきたことがある。それは、優しさを忘れなければ山の神様がきっと守ってくださるということじゃ。わしは今もそれを信じておる。お前もこのことをしっかりと覚えておきなさい。この村は食べ物で争い事が絶えないが、できるだけみんなの幸せのために尽くしなさい。きっと幸せはやってくる。そして生きがいを感じる村になっていくから。それがお父の最後の言葉だった。言い終わるとお父はゆっくりと目を閉じた。こんな争いが絶えない村で、お父は最後まで神の存在を信じている人だった。わしは深くため息をつき、冷たくなっていくお父をいつまでも見ていた。寂しそうにお父を見つめるわしを見た山の神様は、この村は不幸だと思った。そしてどうしたらこの村から争い事がなくなるのか考えた。山の神様は自分が村里へ降りていき、争い事を鎮めるほかないと考えた。神様は、米をよこせ、誰がやるか、と争う村人を見て、争い事が起こるのは食べ物の取り合いが原因だと気づいた。食べ物を何とかすれば争いは減ると考えた。神様は初め人間の姿で村里に行こうと考えたが、すぐに考え直した。この村の人々は争い事ばかりで、神を信ずる人がいない。そこでこの村の人々からも不思議な神通力があり、人間を化かすと伝えられている狐の姿で降りていこうと考えた。ある時、水の奪い合いで負け、自分の他に水が引けずうなだれて、村の大通りを歩く村人がいた。この村には神も仏もありはせん。食べ物で争ってばかりじゃ。わしの他には水も引けず、今年は米にすらならんじゃろう。とつぶやき泣いておった。山の神様は山のふもとに住み、人間の生活を見ていた。そして稲が病気になり、争い事が起こると、夜村里へ行った。そして稲についている病魔を取り払い、元気にしてくれた。狐様の体が光ると、たわんでしおれた稲がたちまち元気になった。またある時は、下流の田んぼに水が引けず争いが起こると、天に祈りを捧げた。すると雨が降り、田畑に恵みを与えた。ある年のこと、川が氾濫し、稲が病気になってしまい、米が取れなかった。食べ物に困った村人が米商人に、米を売ってくれと頼んだ。しかし、米の値段が折り合わず、喧嘩になってしまった。食べ物のことで、争いは日常茶飯事だった。
村人たちは、また始まった、と、二人を気に留めることもなかった。大の大人が砂ぼこりが舞うほどに争っているとき、狐様が人々の前に姿を現し、二人の方に近づいていった。そして、争うことに労力を使うなら、田畑を開いた方がましじゃ。と言った。狐様は村人の前で田畑を作るように説得したんじゃ。これを聞いた村人は、狐が喋ったと言って腰を抜かし、またある者は、もののけじゃ、化け物じゃと言いながら悲鳴を上げ、我先に家の中へと駆け込んだ。争っている者は争うのをやめ、狐の姿を呆然と見つめていた。狐様が空を見上げ、体が光ったかと思うと、うん、振り絞ったような声を出した。突然、ゴゴゴゴゴゴゴ、じきびきがして、村の端の急な山が崩れ出して、丘ができてしまった。ああ、山が崩れた！突然の出来事に、人々は我先にと逃げ出し、家の中に閉じこもってしまった。おじいちゃん、それが今ある大平の段々畑なの？そうじゃよ。食べ物に困っていたので、神様が山を切り崩し、田畑の基礎を作ってくれたんじゃ。わしは家の中から山が崩れていく様子を見て驚いた。そしてこんなことができる狐様に会いたいと思ったんじゃ。その頃のわしは年が6つか7つじゃった。狐は人間を化かすと聞いていたが、どうしてもこの不思議な力を持つ狐様に会いたいと思った。大人が腰を抜かしながら逃げ出していく中、わしはその狐様にゆっくりと近づいていったんじゃ。少しずつ近づき、狐様の目の前に立ったが、山の神様である狐様は一向に逃げようとしなかった。それどころか優しい目でじっとわしを見ておるんじゃ。狐様が可愛く見えたわしは、懐に割った栗が数個入っているのに気がついた。そして狐様の前に差し出した。コロコロと狐様の前に転がる栗。狐様はわしをじっと見ておったが、その栗をわしにくれるのか、優しい子じゃ。突然狐がしゃべった。もはやわしの周りに村人は誰もおらなんだ。後から聞いた話じゃが、みんなうちの中でブルブルと震えながら、こっそりと様子を見ておったようじゃ。狐の声は優しかった。狐が人の言葉をしゃべることに驚きもしたが、優しい声に逃げる気がしなかった。狐は尻尾を振った。わしの手が狐様の尻尾に触れたんじゃ。尻尾はとても暖かくて驚いた。狐様は言った。この村人たちに足りないのは、こういった温かさなんじゃよ。温かさって？優しさじゃよ。今、この村の者たちに足りないのは、物を欲しがらない心と、感謝の気持ちなんじゃ。人は、その気持ちがないと、争い事が起きて不幸になるんじゃ。わしは、狐様を不思議に思い、この村に足りないのは、米だよ。と言った。そう言うと狐様はうなずき、この村は米もそうじゃが、それ以上に物を欲しがる気持ちばかりで、感謝の気持ちが持てず、争いが起きているんじゃ。自分で自分の首を絞めているようなもんじゃ。これを地獄と言うんじゃよ。わしは、不思議な気持ちで喋る狐様をいつまでも見つめておった。それからも争い事が起きると狐様はよく山から降りてきた。降りてくると不思議な力で喧嘩をして傷ついた人々を癒したり、争いをやめるように諭した。
時が過ぎ、赤とんぼが舞い、すすきが揺れ始めた頃、狐様が山から降りてきたので、わしは柿や栗を持って行った。狐様は、お主にはきっと幸せが来るじゃろう。そう言って尻尾を振ってくれた。わしは狐様と毎日のように会い、仲良くなっていった。神様を信じない大人たちは、あの狐様は恐ろしい、もののけじゃ、と恐れる人が多かったが、わしはそんなことは全く気にしなかった。お父の最後の言葉。優しさがあれば山の神様がきっと守ってくださる。ということを固く信じていたからじゃ。それに狐様は優しかった。ある時、山のふもとで一人、川を眺めながら死んでしまったお父のことを思い出していた。知らぬ間にため息もついていたのだろう。お主のような優しい子が一体どうしたんじゃ？何かあったのか？狐様が山から降りてきて優しく問いかけてくれた。かあかあ、夕日の中をカラスが飛んでいくのを見ながら、わしは狐様に正直に話した。大好きなお父が死んでしまって、寂しさでいっぱい。お父に会いたい。そう話すと、狐様は優しい顔をしながらわしを見ておった。わしは話を続けた。お父は死ぬ前に大切なことを教えてくれた。それは何じゃ？優しさがあれば、山の神様はきっと助けてくださると。狐様はうなずきながら、お父様はいなくなったんじゃない。一生懸命にお母様の手伝いをしなさい。お主の優しさや喜びが、お父様の喜びじゃ。お主が温かい心を持っておれば、お父様はまたきっと帰ってくるとも。当然のように話し、わしの悩みに答えてくれた。わしは優しい狐様がまるでお父のようで嬉しかった。不思議な神通力を使い、しゃべる狐様を好きになっていくわしを奇妙に思う大人も多かったがの。それから月日が流れ、冬になり春先になった。山にはまだうっすらと雪が残っていた。ある寒い日のこと、わしの家は食べるものがなくなった。空腹で目が回り、体に力が入らなかった。そんな日がしばらく続き、わしは病気になってしまった。お母は困って村人に相談したが、何しろ貧乏な上、この村には医者もいなかった。悩んでいると、お母に村人が、山のふもとにいるしゃべる狐に相談してみなさい。あんたの息子は、あの不思議な狐と仲が良かったみたいだから。と言ってくれた。それを聞いたお母は、わしと仲が良かった狐様のもとに相談に行ってくれた。わしが病気であることを聞いた狐様は、慌ててわしの家まで来てくれた。空腹で痩せ細り、死にかけているわしを見て、狐様はすぐに山へ行き、食べ物を取ってきてくれた。わらびやたけのこ、ふきなど、山のものをたくさん取ってきてくれた。そして、わしに食べ物を与えては、よく尻尾で顔をなでてくれた。狐様は、お主の大切なお父様も、命をかけてお前を守った。お父様も今、お主が死んだら、悲しむぞ。お父様の分まで生きなさい。と言って励ましてくれた。そして瀕死のわしに自分の尻尾を当ててくれた。すると体がすごく楽になるのじゃ。狐様は毎日わしのもとに来た。そして食べ物を置き尻尾に触らせてくれた。それに触れるたびに不思議元気になるんじゃ。その後、狐様の看病の甲斐があったんじゃろう。
わしは元気になっていったんじゃ。あんなに痩せ細って、あの子はもう助からないだろう。そう思っていた村の人々は驚いた。狐様は争いを鎮め、人々を癒してくれる。ありがたい神様だと信じる人が増えていった。わしが助かった話は村中に知れ渡り、村人が次々と改心し、狐様を山の偉大な神と呼ぶようになった。そして神様の前で争いをすることは恥じゃと思い、争い事は減っていった。困ったことがあると狐様によく相談をした。狐様は不思議な力で田畑の病魔を振り払い、人々に、お前たちは皆神様の子供なんじゃよ。もともとは兄弟なんじゃから、仲良く平和に暮らしなさい。と、優しさの教えをおときになられた。村に争いがなくなると、狐様は安心したのか、山に帰り、降りてくることはなかった。しかし、人々の信仰心はなくならず、それ以降、村には大きな争いが起こることはなかった。本当の愛を説かれた優しい神様じゃった。おじいさんは山のふもとを眺めながら、狐様の偉大さを知ったわしは、祈祷師になり、狐様に毎日平和について祈っているんじゃ。パチパチ。薪が燃え尽き、炎が消えかかっていました。夜が更け、すっかり暗くなった空には大きな月が覗いていた。イザミは不思議そうに話を聞きながら、ねえおじいちゃん、さっきまで祈ってたけど、狐様は何か言ってた？おじいさんは笑いながら、農業という商いに熱心なのは関心じゃが、優しさを忘れんように。お前たちは幸せになるために生まれてきたんじゃから、と言っているようじゃ。イザミは火を見て、そう、何もなく争いがないことが幸せなんだね。イザミとおじいさんは、狐様の像を大切に持ち、静かに家の中へと入っていった。夜空には、狐様の優しい顔が、ぽっかりと浮かんでいました。お待たせしました。いかがだったでしょうか。ね、本日はサーバーの調子が少し不安定なようですね。データが少しバグっておりますが、このまま配信の方を続けていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日の発表させていただきました、村の不作と救いの狐。こちらは童話制作委員会17番目の作品でございます。2010年7月に発表させていただきました作品です。作品のテーマは忘れられがちな本来の日本の姿です。今日の日本は結果至上主義が世渡りつつばかりに目が行きがちな現状ではありますが、こうした日本古来の時代を描写することで、日本人が古来より持っている助け合いの精神を強調して描写しております。なお、人間の言葉を喋り、不思議な力を持つ山の神は、稲荷大明神、よく神社で祀られて、おります。赤い鳥などで祀られております。ね、狐さんのことでございます。をモデルといたしました。本作品は、日本人が畏怖する、神や仏、それから、自然信仰といった偉大さもさることながら、優しさや愛情、助け合いの精神をテーマに、描写しております。賛否の分かれる童話であるとは思いますが、そうですね、反省点を生かし次回作に続けていけたらなと思っております。さて、ここで皆様に、お知らせがございます。特典というかポッドキャストをご用意させていただきました。
なお、当ラジオ番組では皆様からのご意見、ご感想をどしどし募集しておりますので、まだ放送時間残っております。関連 URL をクリックしていただいて、掲示板の方にご意見、ご感想を投稿していただけましたら、本当に嬉しく思います。それでは、特典の方に参りましょう。今日はポッドキャストをご用意させていただきました。4分56秒ですね、のポッドキャストで、もうすでに動画制作委員会のホームページに実は先ほど、つい先ほどですけども、アップロードしたものでございます。新作予告についてのまとめたポッドキャストでございます。どういう新作が登場するのか聞いていただけたらと思います。それではお聞きください。新作、ね、次回作の新作ポッドキャスト、4分56秒でございます。お聞きください。どうぞ。全国文芸ファンの皆さん、こんばんは。暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今日の収録は8月11日午後6時16分を回りました。今日のポッドキャストは新作の制作状況についてお知らせします。動画制作委員会第8期放送に向けて、現在新作を鋭意制作中です。第8期の新作ラインナップは以下の通りです。中ちゃんの声、原作は完成済み、現在声の収録中です。声の出演は童話制作委員会のインターネットラジオ初登場、岩田純明さんです。新人の声優さんが朗読会にチャレンジしていただきます。そしてその次の作品は大富豪の肖像、童話制作委員会初の声劇です。声劇用台本は完成し、すでに配役も大まか決まり、一部のセリフや効果音の収録作業に入っております。現在、収録作業が忙しいと聞いております。収録、声の出演の収録に当たっていただくのは声劇団体パステル、声劇団体パステルさんに、お願いしております。パステルさんも今回童話制作委員会のインターネットラジオに初登場です。いやー、どうなるのか期待が持てますね。そして、新約竹取物語、童話制作委員会のホームページに掲載予定ですが、番組に予算があれば、コンピュータープログラムの合成音声による朗読会公開をインターネットラジオで、しようと検討しております。できればインターネットラジオで皆さんも聞きたいと思いますので、考えて、いきたいなと思っております。そして、翼のない天使全12章の大作が登場です。原作はすでに完成しております。原稿は声優様ゆうさんですが提出しておりまして、現在収録の準備中です。8月の終わり頃から収録に入っていただくということだそうです。童話制作委員会第8期放送は9月下旬からの予定です。8月末までは2日に1度は就寝前の童話朗読室という番組名で配信の予定です。その後、休止期間を空けた後、9月の下旬よりいよいよ第8期放送の再開を予定しております。皆さん楽しみに待っていてくださいね。なお、第9期放送予定の台本もすでに制
制作に着手しております。第9期ではルミアス島のアンピトリーデ、ルミアス島のアンピトリーデという新作を配信の予定でございます。物語の設計図プロット8月中に完成の予定でございます。皆様にお届けできるかどうかは分かりませんが、楽しみに待っていてくださいね。 FC2 にネトラ、 FC2 ネトラジに移ってから放送環境が少し変わりましたが、これからも童話制作委員会のインターネットラジオ応援をよろしくお願いします。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。はい、お待たせしましたね、特典を聞いていただきましてありがとうございます。時間も迫ってきてしまいましたね、関連 URL で、皆様と雑談コミュニケーションを図りながら配信できればよかったなと思っているんですが、今日も残念ながら掲示板にご投稿いただけているお客様はどなたもいらっしゃらないという状況でございます。まあいつもの童話制作委員会のインターネットラジオといえばそうなのかなという気がしておりますね、第13回目の童話朗読室いかがだったでしょうか。そして、新作状況、ね、新作というか今度は13日ですね、あさって配信予定でございます。いよいよ童話制作委員会最初期の作品でありますあの作品が登場でございます。白い花の天使ね、久しぶりに登場するので多分皆さんご存じないかもしれませんが、最初期の作品ですね、こちらを今日は予告編として聞いていただけたらと思います。もちろん番組へのご意見ご感想お待ちしてますそれでは配信の方を始めてまいりましょう。白い花の天使、23分39秒というかなり長めの作品、一本のフィルムにしては結構長いなという作品ですが、お聞きいただければ幸いです。白い花の天使、冒頭の部分だけお聞きください。どうぞ。白い花の天使。お日様が柔らかな光を注いでいます。ここは園芸用のお花がたくさん並んでいるハウスの中です。中はふんわりと暖かく、いい香りが漂っています。赤や黄色、白、色とりどりの美しい花々が、所狭しと並んでいます。今、この中では、園芸屋のおじさんが、お花に水をあげたり、肥料をやったり、いろいろと世話をしています。そのうち、小さな花に目が止まりました。この花、なかなか咲かないな。その花の横に、枯れ始めたシクラメンがありました。これはダメだな。商品にならないや。おじさんは、ハウスの外に運び出すと、そのまま、片隅に捨ててしまいました。それを見た小さな花は、自分もシクラメンのように捨てられたら大変と必死になって咲こうとします。やがて何日かすると
手入れの甲斐もあり、その小さな花にも、ようやく白いつぼみができました。ああ、これで捨てられずに済む。小さな花は、ほっとしました。町のショーウィンドウやホテルに飾られるんでしょうか。華やかな美しい花々は、誇らしげに咲き乱れています。それから何日かして、小さな花はハウスの片隅で可憐な白い花を咲かせました。そして、いよいよハウスと別れ、出荷されることになったのです。お待たせしましたね、13日予定の配信白い花の天使お聞きいただきました。今日も40分間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。途中放送事故などがありまして、なかなか配信速度が進まなかったわけですけれども、今日は FC2 のサーバー不安定なようですね。少し気をつけていただきたい、運営の方にはまだ始まったばかりでございますけど、 FC2 スタッフの方にはこのサーバーの不安定さおよび放送時間の異常、早期解消していただけたらということで、要望もすでに上がっているようでございますので、改善策、待ちましょう。手元のデータでは今のところサーバーが不安定ですが、45番組が配信されているようであります。その中で当ラジオ番組に14人かな、手元のデータで13人のお客様にご来場いただきましたこと、本当にお礼申し上げます、サーバーが不安定の中ご来場いただきましてありがとうございました。今日の配信はポッドキャストというか動画形式にして YouTube で、アップロードさせていただく予定でございますので、また明日東亜製作委員会のホームページを閲覧に来ていただきましたら、動画を埋め込んでおきますので、よければご利用いただければ幸いです。さて、残り時間も、時刻が21時55分を回りました。あと4分ほどとなってしまいました。皆さんとね、お別れするのは少し残念ではありますが、そろそろ終了の時刻がやってまいりました。今日は最後までご聴取していただきましてありがとうございます。サーバーがバグっていなければ最終リスナー数13名、延べリスナー数40名、最高瞬間リスナー数22名のお客様に本日はご利用いただきました。ありがとうございます。またたくさんのご利用をいただけることを期待して、番組の方を終了とさせていただきます。皆様にお会いできる人をきっときっときっと皆様が素敵なコメントをいただける日をお待ちしています。それでは配信の方を今日はこれにて終了とさせていただきます。ご聴取していただきましてありがとうございました。エンディングソングはハッピーエンド、いつもの曲です。こちらを聴いていただいてお別れとしようと思います。それではまた今度は13日、9時頃から配信の方を始めさせていただきます。その時は素敵な皆様からの温かいコメントお待ちしております。それでは今日も一日お疲れ様でした。また13日ご一緒に文芸を楽しみましょう。それではおやすみなさい。